ホークスクラス始まるよ。やったー、3連勝。待ちに待った開幕、快進撃スタートです。だって前日の会見の時こう言ってましたもん。いや聞いてません、はい、やるかも分かりませんけど、やらないと思います。やふりやったんかい。会場大盛り上がりのオープニングで一気に流れをつかんだのか、大病を乗り越え初の開幕投手を務めた大関投手がナイスピッチングを見せると、大怪我から帰ってきた栗原選手も見事なホームラン。残酷な試練を乗り越え復活にかける少年たちが熱いパトスで神話級の活躍見せましたね。いや無理やり言わんでいいから。試合後セレモニーについて聞かれた指揮官は、今年の座り心地はいかがでしたか。今日はね、周りにスターティングメンバーがいたんでね、だいぶ緊張感もほぐれてゆっくり出てこれました、はい。続く2戦目は藤井投手がプロ初先発。7回を2安打無失点と堂々のピッチングを見せると、援護したのはまたしても栗原選手、2試合連続の第2号。実は2人は同級生、お立ち台では打った瞬間にホームランだなと思いました。頼りになりますね。はい、頼りになります。一方の栗原選手、心強いです。なんか棒読み、照れてるんでしょうね。そして昨日の試合では侍戦士が大暴れ。マッキーが打てば甲斐がタイムリーツーベース。明智と新加入のコンちゃんも。さらに守備では周東がこの素早い身のこなし、頼もしすぎる。開幕ダッシュに成功したホークス、このまま続